そうかな。そんなことないよ。ああ、うん。ちょっと、経営のことを考えてて。授業と違って答えがないから、悩んでたんだ。そうだね。昨日のことなんだけど。心配。え？そういうわけじゃないよ。俺は、いいよ。そんな顔しないでよ。俺が聞いて、君が答えてくれただけなんだから。ねえ、せっかくだし、勉強しない？うん。みんな、何か。
あ、俺、そんなこと言ったかな。なんか、ごめん。本当？よかった。わ、はい、と、す、おら、ん、あ、だ、もし俺がナンバーワンになれなかったら、もう、そんな、ごめん。大丈夫。みんなの姿がないけど、そっ、不正か。実は、不正について手がかりが見つか、手がかりを見つけたと思って辿っていっても、単純なミスだったり、俺の、こん、お前、べた、ど、きっと、みんな許さないだろうな。入れ。私が呼んだ。そうだよ。敵から情報を得るのは当然のことだよ。ずっと興味がないんだと思ってた。さて、呼び出した理由。それは、俺は無理でした。今回の計画、本当の狙い、嘘っていうのは、不正のことなのか？それで、どうやって決めるんだ？
雄也の事業計画。よくでき。そんなこと納得できるわけない。俺はナイトクラブで1位を取った。だからな、ゆうやのけ、それにせっか、朝日、そうだね。放課後も前よりも時間があるだろうし。学園長、いや父さん、お願いがあるんです。彼女を自分の婚約者にしてはいただけませんか。突然、何言い出すんだよ。冗談でこんなことを言うと思う？俺はね、ずっとずっとお前が憎かったんだ。は？わからない？皆川の姓を名乗れ、誰からも必要とされていて、世の中すべて自分のために回っているような振る舞い。そんなことはない！君は王様だからね。上の人間は下の人間の気持ちを顧みない。ずっと君から全てを奪いたいって思っていた。手始めに彼女をもらうよ。俺が知らないうちに雄也を傷つけていたのは謝る。でも彼女は関係ないだろ。父さん、俺が跡継ぎになる時の条件です。あなたの力でどうにかしてください。彼女の気持ちを無視するのか？君の10日が、君をこの、大、そ、使えるも、だが、こんな話、もちろん断るよな。断るって、言ってよ。自分のことしか考えられない君には、わからないだろうね。俺たちの父親が彼女と同じ立場になり、自分のことしか考えなかったようにね。君は、学園長を敵に回すということは、ご両親を路頭に迷わせることになる。君が少しでも父親と違えば、こんなことをしなくても済んだのにね。俺の傲慢さが、俺が父親と似ているから。